はい、今回新型 N ボックスのフルモデルチェンジの情報が何点か入ってきたんで、長安のデザインとスペックで新装備関連と価格立た時期について紹介していきます。で、現行型の時系列を簡単に。現行型2017年9月1日に登場して、まあ、5年ぐらいですね、経過して、現行で2代目で、間に1回ですね、2020年12月25日にビッグマイナーチェンジをして、直近だと去年の12月に一部改良を実施して、まあ電動パーキング、オートブレーキ、あとは全車速のクルコンですね、渋滞追従式のクルコンになったりとして。で、ちなみに去年の NBOX の累計販売台数ランキングの方が、まあランキングは1位ですね。最近順位落としてきて2位とかになってきてますけどね。で、1年で188,939台、なんでも月間にして1万5000台以上ですね、販売されていて。で、標準仕様とカスタム仕様の比率、標準仕様が 42% で、カスタム仕様の方が若干人気で 58% で、 NA エンジンパワーユニットの比率が NA エンジンが 85% でターボが 15%、 ノーマル仕様の方が90-10 で、でカスタムの方が 80-20 の割合ですね、エンジンの比率が、まあ、合わせて 85-15% で。で、磁気型の情報として、デザインの方が現行型以上の存在感を放ちながら、より親しみやすく車内空間や走行性能に配慮したデザインへ、現行よりも全高されながらもスポーティーでタフなリアスタイルを表現で、内装の方はピアノブラック、シルバー加色の多様、最新装備を採用することにより現行型以上に上質な質感、操作性と快適性が向上して、で、センターディスプレイにはメイクオプションで9インチのホンダコネクト、ホンダディスプレイを採用して、まあ、ギャザーズナビでも8インチか9インチのナビの方ですね、設定があって、 Apple CarPlay や Android Auto、 ホンダトータルケアプレミアムの利用が可能となって、センタータンクレイアウトを採用し、助手席スーパースライドシートを採用、リアシートスライドは全車標準装備し、ベンチシートではなくてスパレート式で、ラゲッジ車内からのスライドも可能となって、で、あとはボディタイプとして標準仕様、カスタム仕様に加えて SUV テイストの NBOX クロスを同時発売へ。で、スペックとして、上が新型で下が現行型で、肉の方ですね、新型の全長は 3m39.5、 車幅 1m47.5 は変わらずに、全高 1m78、 現行全長 3m39.5、 車幅 1m47.5 で、全高 1m79 なんで、肉の方ですね、 1cm 下がって、で、四駆に関してはプラス 2.5 センチですね。ホイールベースは変わらずに 2m52 センチ。で、パワートレインが1つ目、直産 660cc の NA エンジンで59馬力、66Nm、24.7kg。2つ目、直産 660cc のターボエンジンで65馬力、105Nm、10.7kg。で、3つ目として、軽自動車版 EHEV、シーズ式ハビットを採用して、ホンダが軽商用車の電気自動車を2024年前半、再来年に100万円台で投入へという情報が入ってきて、個人ユーザー向けの軽自動車の電気自動車は、それ以降、まあ、2030年ぐらいで NBOX で言えば4代目って言われてますけどね。で、最新燃費測定数値、新型ガソリン車 NA エンジンの方が四駆 20.8kg/L、 赤肉 22.2kg/L で、で、ターボ四駆が 19.7kg/L、 赤肉は 20.9kg/L で、まあ、1から 1.2 ぐらいですね、低燃費になって、で、最低地上高は全車 14.5cm、 で、最小回転半径も現行と一緒で 4.5m か 4.7m で、で、トランスミッションは全車 CVT で、で、駆動方式も肉と四駆の設定が全車に設定されていて、で、乗車点は軽規格なんで 2AC と4名乗車ですね。で、安全装備に予防安全システムに次世代式のホンダセンシングを全車に標準装備、探知の方がフロントワイドビューカメラ、前後8つのソナーセンサー、高速画像処理チップを採用して、で、機能類の方が
衝突軽減ブレーキ CMBS 誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外圧抑制機能、渋滞追従式のクルコン、トラフィックジャムアシスト、カーブ速度抑制機能付きレーンキープ、先行車発進押し出す機能、標識認識機能、後方誤発進抑制機能、起因距離衝突軽減ブレーキ、ブラインドスポットインフォメーション、アダプティブドライビングビーム、後退出庫サポート、まあ下の3つとか新たにですね、トラフィックジャムとかが追加して、レーンキープもカーブ速度抑制機能付きになって、で CMBS の機能も向上しますね、性能の方が。で車両価格の方が、標準仕様の方が1448,700円から1962,400円で、カスタムの方が1789,700円から2172,500円で、で大体5万から7万ぐらいですね、価格の方アップして、予想価格として新型 NBOX 標準仕様の方が1498,700円から2012,400円で、カスタムの方が1859,700円から2242,500円なんじゃないかって予想価格ですね。で発売時期に関しては来年8月にフルモデルチェンジへ、まあ早かったら6月7月という情報もありますけどね、まあ歴代を見る限りに8月ぐらいなんじゃないかっていう予想ですね。まあ1年以内にはフルモデルチェンジして、はい、今回 NBOX 新型 NBOX のフルモデルチェンジの情報として、内外装のデザインとスペックで、新装備関連と価格と発売時期について紹介しました。